久保さん、今回ね「思い見る」これ僕ねこの漢字ね初めて使うかもしれないですね「思うよく考える、はい」この漢字はね僕ね一応そのか漢字一文字ですから一応かぶらないようにあの 自分の YouTube の管理画面で、まあ、漢字入れてその漢字を使ってる入れてる動画があるかって一応調べてやってるんですけどこれね1個も該当しなかったです2万本ぐらいいろんなタイトルでいろんな文字入れてるんだけどこのね字はね1回も入れてなかったですねうーんそう まああのどう思うかは自由で、まあ、推測するこれ多分推測みたいな,心理なんかあの名探偵コナンに出てきそうな感じですけど、うん、まあどう思いを巡らすのかどう想像するのか妄想するのか自由だと思うんですよ、うん、でまあまあビジネスで言うならばまあどうせやっても無理だなって妄想する想像する推測する じじゃゃ無理なんじゃななんいいかなっていうとこでしょうねやってみないと分かんないんだけどもやらない少なくてもうーん僕と久保さんの量をやってみたら分かるよっていうところでみ,みんなやらない前からどうせ無理だっていうと思うんですね。で久保さんと吉谷さんは特別だからできるんだとかねなんかやらない理由は言うんだけどやる理由は探さないっていうね。うーん でもね僕ね推測した方がいいと思うんですけど自分でこれからの時代そうこれからの時代自分で稼げないっていうのはもう本当に死を死を意味するんじゃないかなと思うんですよねいや本当にうんだからもう時代が変わってるし年功序列ないですよもうって話で50今はよくてもねこれも50歳で自分の会社がこう傾いてリストラ対象になったら それを推測する、考えていく、考察していくっていうのは、すげえ大事なことなんじゃないかなと思うんですよね。その、そしたら飯食えなくなりますよって話で。今の生活維持できなくなります。もちろん生活水準落としてホームレスでもいいですってことだったらいいんだけどもね。うん。僕はホームレス嫌ですね。5 60、60年間ぐらい生きてきてね、人生最後あたりホームレスは嫌ですね。絶対嫌ですよ。少なくてもこたつは欲しいですね。 少なくてもこたつとみかんとりんごとか欲しいっすね。<laughs> だからそれまあ動けるうちに僕頑張りますけど。動けるうちに動画もいっぱい撮っといてね。まあ、あのー、まあ、死ぬ間際も動画撮ると思いますけど、まあとりあえずやれるときやりまくっときますね。とりあえずストックしときますね。うん、動けなくなるんで。うん、だからネットのいいところ、ネットのいいところって時間増やせるんですよね。うん、普通時間って増やせなくないですか 時間増,え増やせるんですよ。例えば、まあ、あの今、僕の時間、どれだけ、24時間あ、48時間の時間、どれぐらいかお伝えしましょうか。僕の、ね、今の48時間の時間は、うん、何千時間だ。すみません、これ、分表示なんで、あれなんですけども、うん、多分、分表示だから、これ、あ、違うか。あ、ちまこれ二28日間か。これ、28日間の、 これ28日間、カスタム、カスタムでやればいいのかカスタムで、じゃあ7日、7日で適用して、はい。えー、と、今、あの、1日が100時間ぐらいありますね。僕のこの総再生時間ですね。総再生時間24時間でだい100時間ぐらいあります。で、1日って24時間じゃないですか。でも、僕の YouTube の動画が、僕が寝てる間とかなんか回って100時間ぐらいあります。 100時間です。どうですかこれだから2、3倍に増えてますよね。うん、僕の再生数でも、あのー、まあ、これぐらいの時間は、あの、勝手に見られてるってことです。僕100時間働いてないですよ。24時間しかないですから100時間働けないんですけど、勝手に動画が100時間働いてくれてますよ。うん。これができるんで、うん。すごくないですか 多分まあこれからも動画のストックだったりとかまあ当たる動画とか出てくればまあこの一日の再生数はね増えあの再生時間は増えると思いますしまあ特に僕の動画なんか長いのでまあ最後まで見たらすげえ長くなりますからうんまあ億万長者合宿のやつは数分ですけど数分が多いですけどね、うん、はいいってらっしゃい